編集を覚えたのが小5なんですよ。小5でアンチャンネルを始めて、アンチャンネルは全部自分の編集でやってるから、りょうくんはね、今6年生の秋ということで、そろそろね、できるんじゃないかということで、今日はちょっと動きすぎ、今日はりょうくんに編集を覚えてもらおうという企画でーす。イエー。最近ね、やっとりょうくんがね、自分でもやりたいって言い出して、で、自分で私とママがいない間に APEX のゲームしてるところを動画撮ってたりして、なのでね、ちょっとやってもらおうかなということで、まず何をやるか説明します。私とりょうくんで1000円分のものをコンビニで買ってきました。今1000円分で買ってきたものをどう使ってもいいから、それを自分流に撮って、それを自分で編集してっていうのをやってください。はい。どっちの動画の方がいいかというのを視聴者さんに決めてもらいます。はい。で、りょうくんはまだね、編集のいろはにもわからないぐらいなので、いろはにほへ、この動画を撮ってからお母さんに教わりながら次の日までに編集が終わったら OK ってことにします。はい。で、私はもう編集5年目、6年目、もうベテランっすね。ベテランだって。なので制限時間1時間でやりたいと思います。で、りょうが編集したもの、私が編集したものをくっつけて1本にするのはお母さんです、この動画です。なので、りょうが編集した部分だけ、私が編集した部分だけを比べて、どっちの方がいいかっていうのを見極めてコメント欄で投票してくれたら嬉しいです。はい。お願いします。はい。ということで、レッツゴー。チャンネル登録してね。最初はグー、じゃんけんぽい。そう。では先行いきまーす。パッカーン、アンです。今日はダイエットあるあるをテーマにコンビニで1000円分買ってきました。で、確か964円とかでちょっとお釣りが出ました。私にしては珍しいです。1000円って決めたらね、いつも1050円とか買ってきちゃうタイプなので珍しいです。では紹介していきます。レッツゴー。はい、まずはですね、ダイエットというテーマということで、じゃん、ちょっとめっちゃ汚いになってるんですけど、ちょっと振り回しすぎた。おろし大根と食べる冷製ナスの揚げ浸し、揚げ浸し、揚げ浸しでございます。これ美味しそうじゃない？美味しそうだけどドロドロちょっとひっくり返しすぎてドロドロなんですけど、本当に私ナスの揚げ浸しとか、たまにレストランとかで出るのすっごい好きだし、おろしポン酢とかも好きだし、なので買ってきました。まあね、これは野菜ということで、ダイエットにいいだろうと思って買ってきたんですけれども、カロリーがですね、書いてないですね。まあ美味しそうですよね。これはちょっとした時のおやつとかでナス1個だけ食べたらすごくカロリーいいと思いますので、まあダイエットですね。はい、次はこちら。トゥルーン。タンパク質が取れる、だし香る豆乳茶碗蒸し。豆乳は聞いてないでね。これおすすめ商品だったのと、茶碗蒸しでこんなでかいのあるかっていうのと、なんか茶碗蒸しが好きなので買ってきました。豆乳なのがちょっと気になるけど、私豆乳大丈夫かな。ママ豆乳苦手でもね。僕。はい、ということで、これはタンパク質が取れるっていうのと、なんとカロリーがですね、132キロカロリー、糖質が 3.8g っていうことで、まあ、低めですごくいいと思いますので買ってきました。はい、次、じゃん。しっとり柔らか食感のくんさき。こちらはですね、やっぱダイエット中はおつまみ食べがちだよねということで、こちらを買ってきました。なんですけども、やっぱりおつまみって味が濃いからカロリーは高いんですよ。この 27g でエネルギーは 66kcal です。注意しましょう。次、こちら。はい、だんだん雲行きが怪しくなってきました。こちらはキリ&スティックです。これね、ずっと食べてみたかったの。こちらはキリクリームチーズディップとクラッカーの詰め合わせです。ディップがここについてて、クラッカーがいっぱい入ってて、すごい美味しそうなので、私は買いたかったので、ラスイチだったし買ってきました。それ欲しい。いいよね。食べたい。ね、これはおやつにぴったりということで、しかもクリームチーズだから、まあチーズだし、いい栄養取れるよねみたいな感じなんですけれども、これは1パック 35g 入りで103キロカロリー、糖質が 6.3g とですね、結構多めとなっておりますので、皆さん注意してください。最後です。
じゃーん、こちらは麦チョコです。これはやっぱりあの軽いじゃないですか。だからお腹に入れてもこの重さならいいじゃんってことで買ってきました。はい、こちらはですね、あーすごいですね、低い低い、363キロカロリーして、脂質が21、糖質が 36.5g ということで、めっちゃね、ダイエットに良さそうだと思いません？ですよね。パフの軽い食感、軽いので、まあダイエットに適しているかなと思いました。はい、以上です。以上で私の買ってきた1000円分のコンビニの購入品は以上です。私が今一番食べたいのはこれです。リールを取りながら食べたいと思います。バイバーイ、さようなら。こんにちは。テーマがなんかお姉ちゃんも言ってたから言うんだけど、今コロナ禍でストレス溜まってるから、みんなでそのハッピーになろうってことです。レッツゴートゥーザフィクション。ママの方見ない。まずはかば焼きさん2個で、次ストロベリー味3個で、今日のストレスみんな溜まってるから、夜にこれみんなで食べていいねってこと。イエーイ。相変わらず良くですね。優しい。終わりです。ということで、それぞれが編集した動画見ていかがだったでしょうか。さあ、まあ手応えは感じないんで、編集頑張りたいと思います。短すぎたかもしんない。それはね、大丈夫だよ、大丈夫だよ、ポケちゃん、お姉ちゃんが長めにして動画の尺稼いどいてあげるから大丈夫だよ。はい、これからね、りょうくんはあげたい動画がいっぱいあるそうなので、いろんなサブチャンとかかな、りょうチャンネルかなにいっぱいあげていきたいと思ってるので、って自分で言って。はい、これからあげたい動画あるので見てください。はいはいはい。なんと今回のこの編集対決には罰ゲームがあります。なんとですね、前支え、これ60秒かける10本です。インターバル30秒です。いやですね、罰ゲームの様子はサブチャンで上がりますので、そちらも一緒にご覧ください。では投票をお待ちしております。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も